毎週金曜日の大隅フラッシュです。鹿屋スタジオから生中継です。吉留さん。はい、鹿屋スタジオです。肝付町には JAXA の内の裏宇宙空間観測所があり、日本初の人工衛星や小惑星探査機はやぶさなどが打ち上げられています。この宇宙を身近に感じられる街で、中高生が手作りのロケットを大空に打ち上げました。肝付町にある県立南春中学校高校です。 JAXA と連携した宇宙学の授業をしていて、先月はロケットを製作する講座が開かれました。今日ロケットに目覚めて大学に行って、ハイブリッドロケットを作るってのを作りますので、ぜひ頑張ってみてください。参加した南春高校1年生と町内の中学3年生が作るのは、紙などを主な材料にしたロケットです。全長はおよそ30センチと小型ながらも、機体の基本的な構造や打ち上げの原理は宇宙へ向かうロケットとほぼ同じです。ロケット作るの初めてなんで、飛ばすの楽しみで。楽しいです。いい経験ができそうです。慎重に作って頑張ります。種子島宇宙センターがある南種町とともに、JAXA の打ち上げ施設がある肝付町は、宇宙産業への支援などを展開しています。今年6月には、将来の宇宙産業を担う若者の育成を目的に、千葉県習志野市の千葉工業大学と連携協定を結びました。肝付町を中心とし、鹿児島県内の子どもたち、小中学生にロケットなどに触れていただく機会を増やしていこう。本当にロケットとともに生きてきた町ですので、まだ新しいステージに入ってきたのかなと、町が活力が生まれてくるのかなという期待をしています。制作開始から1時間、ロケットの出来を左右する重要な部分に入ります。で、このものをちゃんと作らないと、ロケットが上空に飛んでいくときに外れちゃったりとか、まっすぐ飛んでいかなかったりとか、結構大事な部品ですので、しっかり丁寧に作っていただきたいと思います。機体の先端部分にあたる円錐型のノーズコーン、ロケットの向きや到達点の高さを左右するため、慎重さが求められます。芯の像の部分なんで、一番ちょっと集中して作らないとなと思って。重要な工程を終えると、火薬が入った動力部や機体を安全に降下させるストリーマーを取り付け完成です。そしてグラウンドでロケットを発射台へ。ものづくりの楽しさや難しさに触れた子どもたち、いよいよロケットの打ち上げです。はい、ロケットは上空およそ120メートルまで予定通り到達しました。パラシュートのようなストリーマーを放ち、ゆっくりと落ちてきます。この時の風速はおよそ6メートルで、風の影響で流され、落下予定のグラウンドから外れてしまうロケットも見られました。それでもおよそ3時間をかけて作った機体が大空へ上昇する姿に、子どもたちは達成感を味わっていたようです。いつか本物のロケット打ち上げられたらいいなって思いました。もう何十倍にも膨れ上がりましたね。すぐ近くに宇宙について知れる場所がたくさんあって、知識を深められてとてもいい環境だなと思います。肝付町ではこうした取り組みを生かし、子どもたちが宇宙を目指すきっかけ作りに努めたいとしています。宇宙とかロケットとかいろんなことにですね、興味を持っていただいて、今後それに、そういう職場にですね、ついていただいたりすると非常にありがたいかなというふうに思っています。
はい、あの手作りロケットはもうかなり見た目も本格的で、はい、しかもあんなに高くまで上がるんだと驚きました。綺麗に飛んでいきましたね。本当に青空に機体が生えてましたけれども、はい、こういう経験ってこうなかなか学生の時にすることってないので、かなりこう人生の中においてもすごくいい経験になったんじゃないかなと思いますね。新たな目標のきっかけにもなると思いますし、うん、そうですね、この経験を通してこう宇宙産業に、ね、将来携わりたいという生徒もね、吉留さんいたんじゃないでしょうか。はい、今回の経験を通してますます宇宙への興味が湧いてきたという子どもたちがたくさんいました。このような授業がある肝付町、肝付町ならではで素敵だなと思いました。そうですね。以上、大隅フラッシュでした、ね、あのロケットを作った男の子も宇宙への興味が何十倍にも膨れ上がったとね、すごく興奮した表情で話していましたから、まあ、今後が楽しみですね。以上、吉留さんでした。